嬉しいです。振り上がっていった、宮坂見ました。まあシュートは変わんないっすね。すごいいい感じのピラミッド出来上がってるんで。自分総合始めたのはアマシュートから始めて、ずっと前からシュートのベルトっていうのは一度は取りたいなと思ってたんで、すごい光栄ですね。広岡さん自分と同期なんですけど、あの時からもう有名、超ヒーローだったっすから。自分はもうウェルターでひっそりと優勝したっすけど、心の底から尊敬してます。本当に今まで一番メジャー出た、テレビ出たとかよりでかい意味持ってると思うんですよ、うん、絶対。まあこれは戦争っすよ。聞いてますか。自分のスタイルの集大成です。やってきたものが出ないと、俺の10年間はもうもちろん否定されることで、何もしないで格闘技ばっかやってる。なんでやっぱ自分のこう存在意義みたいなのを確かめる意味で、自分の格闘技人生のまあ一つの集大成になるのかなと思ってます、はい、ちょっともうちょっともうちょっと生き残れたんで。シュートのベルトですから欲しくない人いないと思うんで、膝とか気をつけないですね。おっとコーナーに落ち込んでいくパンチを使います。広中そうです。相手のスタート、スタートを奪って、広中国吉ゆっくりと立ち上がりました。シュート入れた、タッピリ投げた、投げた。さあ優勝を取り取るのか、あるいは力強いし腰も強いし基本がしっかりしてる、嘘がないですよ。技術にごまかしれないから、こっちも嘘がなく戦うしかない。覚悟を決めて、まあ、でも自分の方が強いと思って、しっかり倒して勝ちたいなと思ってます。その当日どっちの手が上がってるか、どっちがぶっ倒れてるか、それ以外ないですよ。